おはようございます。今日は2020年の6月27日 JR 東京地下駅から横須賀線の電車に乗り込みました。今回は東京湾上に浮かぶ国防施設を皆さんに紹介します。東京から横須賀へ向かうには横須賀線が直通で最短ルートと言いたいところですが、実は途中の品川で乗り換えて京浜急行で行った方が早く街の中心に着くことができます。それでも横須賀線を利用したのは、これそのものも国防施設としての性格を持っているからです。この大船から東海道本線より分かれる横須賀線は、もともと東海道本線を東京から神戸まで通すための用意された予算、それを取り崩して、割と無理やり作られたような路線でもあります。鎌倉駅の手前のところでは円覚寺という昔から有名なお寺、その境内の中を鉄道を通してしまうという、なかなか無茶苦茶なことまでやって、それほど陸海軍からの国防の施設としての鉄道の重要性が高いという要望があったわけでした。特に鎌倉を過ぎてから先、横須賀線は山の中を走り、トンネルはこのようにレンガで作られた19世紀感ありありのものとなります。途中の田浦という駅には、これ確かね、米軍が使っていたものだったと思いますが、前方に見える真ん中のトンネルの左側にも大きなトンネルがあって、軍用の路線の跡などもこのように垣間見ることができます。左側のトンネルは現在は使われていませんが、右側のレンガのトンネル、大昔から100年以上使われ続けているトンネルは今でも現役です。横須賀線のこの前面の景色を見るだけでも楽しいものです。トンネルの古さ、それからお寺の中を突っ切っていく様子など、なかなか飽きさせない路線ではないかと思います。そして列車は横須賀に到着、東京からおよそ1時間と20分ほどで着くことができます。見えている横須賀駅のホームは、おそらく戦争する前からずっと変わっていない屋根がそのまま据え付けられているのではないかと思います。昔の駅って行くと大体こういう風な形になっていますが、横須賀駅もそうだったんじゃないでしょうか。蒸気機関車の時代からこのような屋根と言いたいところですが、横須賀駅は実は割と昔から今の横須賀線と同じように東京横須賀間で頻繁な電車の運転がなされていたそうです。それはやはり海軍の街としての重要性が高かったからです。さらに栗浜方面へ進む列車の脇には、昔ながらの改札口が横一列に広がっていて、多くのお客さんが降りていきます。駅の屋根は木でできていて、すごく古い作りであるというのははっきりとわかります。例えばこれ、駅の屋根、上屋は昭和2年に建設をされたもの、それが普通に使われています。また横須賀駅は一切階段がないということが有名です。駅の構内に本当に階段がないんですが、これは天皇陛下がご利用になる前提で、階段などがないようにと配慮して作られたものだそうです。実際に天皇陛下も何度もご利用になっているところです。横須賀駅のホームを見上げると、このように高い屋根があります。高い屋根というか広々とした空間で、そしてまた人々が集まりやすいような形になっています。遠方から出征されてきた兵士さん、そういった方たちがたくさんここで集まって、そしてじゃあ誰とかはこちら、誰とかはこちら、そういうような振り分けなどが改めてなされていた場所なのではないかと思います。天井の屋根も木製です。横須賀駅はこのような割と立派な外観、しかしやはり戦前に作られた古い建物だということははっきりわかります。ちなみにこの駅は割と街から外れたところにありまして、本当に軍用の路線という感じ。駅の脇にはこのように観光用のウェルニー公園というのがあります。もともとは海軍の基地の中に入っていくための鉄道が敷いてあったところで、ここには戦艦陸奥だったと思いますが、その大砲があり、またこちらにも海上自衛隊の護衛艦が見えます。手前が雷で、奥が霧島だそうです。他にもこの近くにはいくつか桟橋があって、そこに潜水艦などがつけてあるのを時折見ることもできたかと思います。先ほども言いましたように、この横須賀駅は町の中心部からは大きく外れています。だから京急バスか何かで町の中心部へ行くのがいいと思います。バスの便数は結構たくさんあります。もしくはおとなしく京浜急行で横須賀中央駅や塩入駅などに行くか、そのどちらかです。今回は企業案件ということで、車で次の目的地まで送っていただきました。ちなみに横須賀線が横須賀市の中心部へ行けていない理由は、まずここへ鉄道を敷くときに、中心部の用地買収とかそういうことを考えるよりも、第一に鉄道をまずは持ってくるべきだという陸海軍からの強い意向があったとされています。やってきたのは記念館三笠の目の前です。三笠は1904年の日露戦争の時にバルチック艦隊を破った連合艦隊、その機関を務めていた船です。東郷平八郎とかそういう人がこの船に乗って仕事をしていたそうです。そのすぐ脇にある三笠桟橋から大勢のお客さんたちが船に乗っていきます。この人たちはみんな今から猿島というところへ向かうのです。猿島は東京湾に浮かんでいる珍しい無人島、そして天然の島です。今回はあの船の船会社さんからの案件なわけですけども、
こんな感じでですね、これ最新型の船だそうですが、観光のお客さんはこういう船に乗って猿島とか、まあ、そういったところまで遊びに行かれるそうです。これは普通の定期便ですけどね、大勢のお客さんが乗ってこちら側へ手を振っています。最近ね、横須賀市の猿島というところがブームになっていて、みんなその猿島へ行って遺跡の観光などをするそうです。東京湾というのは昔から攻められる可能性があるところということで、国防上重要でした。だから江戸時代ぐらいから砲台が設置されたりとかして、ここを敵に攻撃されるということがあれば、こちらからやはり反撃するということを考えていたそうです。今回はこの猿島には行きません。もともと国防のための施設があり、それが半分廃墟となっているような光景と、それから無人島という、まあ、その独特の響きが結構受けているそうで、最近は本当に多くのお客さんから人気を博しているようですが、猿島は割と簡単に行くことができる場所なんですけども、定期航路が設置されていない幻の観光地ともいえるこの独特な場所、これが第二海堡です。浦賀水道という多数の大型船、この間サルビア丸などに乗って通ったような、その忙しい船の通り道を通り抜けて東京湾のど真ん中に浮かんでいる人口の大きな島に今から上陸します。現在地で言いますと、東京からこのように三浦半島の横須賀まで来ているわけですが、横須賀の港を出て本当にすぐ脇のところに、さっきの三笠公園というところから出て脇のところに猿島があります。これは人工の島ではなく、もともとあった島です。で、それからさらに東京湾のど真ん中の方まで移動していきますと、大型船の航路などのすぐ脇のところに、いかにも人工的に作られた島のような第二海堡というものを見ることができます。ちなみにこちらは実はもう反対側の千葉県に入ってしまっていて、正確には千葉県富津市です。これが第二海堡の前景です。左側が神奈川県横須賀側、右側が千葉県の富津側、そして今真ん中のくぼんでいるところに設けられた桟橋に船で向かっているところです。海堡の中にはもちろんトイレとかお店とかそういったものはなく、完全な無人、普通人はここに存在していません。この海堡自体は私はこれまでに何度も東京湾上で見たことがありました。伊豆諸島方面に向かう船に乗っていると、明るい時間に第二海堡の脇を通れば必ずこれを見ることができます。で、何なんだろうなあれはとかね、どんな風なものになってんのかなとか、カメラでズーム拡大をしながら見るということは今まで何度もしていたんですけれども、実際に上陸をすることができるようになったのはつい最近のこと、2018年の頃からで、第二海堡へ向かうということを売りにしたツアーに参加することによって、ごく一部の人たちだけが上陸をすることができるようになっています。そのツアーも私は3月の21日にハトバスのツアーで第二海堡に上陸しますよというのをやっているのを見つけて、ぜひとも行きたい、昔から東京湾の脇を通っていたところ上陸できるのかと、それでですね、ハトバスツアーに参加しようとしたんですけれども、新型コロナウイルスの関係でその時期に参加をするのは断念せざるを得ないということになり、今回特別に自分専用の船を運航していただくことになりました。ちなみに第二海堡というからには他に第一海堡と第三海堡もあります。第一海堡はこの写真ですが、これがもっとですね、千葉県側に行ったところにあるんですけども、1945年の終戦まで割と本格的な基地としてどうも使われていたようです。そのため終戦が終わった後は占領軍によって爆破解体されるということになりました。現在でも第二海堡と同様に海の上に露出していて、その姿を簡単に見ることができるし、特殊な船を使うことによって上陸をすることができるそうで、学術調査なども行われています。今回第一海堡に上陸することはさすがにできませんが、しかしなるべくその近くによって外観を、多分これまでにない映像だと思いますが、撮影し皆さんに紹介するということはできます。その第一海堡、第二海堡の他にもはや原型をとどめていない第三海堡というのもあります。これらの3つの海堡と、それから先ほどの横須賀のすぐ近くにあった猿島、それらが東京湾要塞ということで、東京湾から入ってくる外敵から日本を守るために、首都を守るために活躍をしていたそうですが、明治時代に作られた後、1923年大正時代の関東大震災で軒並み大きな被害を受けてしまいました。特に第三海堡は本当にボロボロになってしまって、海の中にも沈むということにもなったので、もう第三海堡を使うということはやめ、それからは東京湾の中にある、船の航行に際して邪魔なものということになっていたのですが、第三海堡はついに解体されることになって、海の上ではその姿を見るということはできません。第一海堡と第二海堡については極めて頑丈なので、確か解体をするのは相当難しいとか、そんな話を聞いたことがあります。ちなみに第二海堡に関しては現在でも割と実用的な目的で使われておりますので、それらの面白さもまた後ほど紹介できればと思います。第二海堡が見えてきました。あちらは千葉県の富津市です。今ここは東京湾のど真ん中であります。右手ですがちょっと霞んでますね。これもね、でもね、このようなブイが立っておりまして、
文字が書いてあるかな。書いてあるのが読めますね。浦賀水道浦賀と書いてあります。ここから先の浦賀水道はちょうどこの V を中心にして、右手が多分東京湾を出る方向で、左手が東京湾に入ってくる方向だと思いますが、まあ、ここは大型船などが、この水道の中を通ってきて、そして、そこでは速力の、まあ、ある程度の制限を受けるとか、まあ、そういったいろいろあるんですけども、場合によってはここで多数の船の往来を見ることができます。昨日私もこの浦賀水道を通って東京湾に入ってきました。ちょうど浦賀水道を行き過ぎたところで日も差してきました。嬉しいことです。この第二海堡の外観ですが、まあ、どうもコンクリートのようなものを扱っているようなので、明治時代からこの外観は変わっていないんですかということを聞いてみました。あの明治時代から一応コンクリートというのは存在しましたんでね、まあ、そしたらこれはね平成に入ってからあの周りをしっかりと固めて、この第二海堡の土砂が東京湾内浦賀水道に流れ込まないようにと、頑丈な囲いをしているようです。まあ差し詰め、あの日本でもねあの沖ノ鳥島とかでやってます、有名ですが、あれみたいなやつだろうと思うんですけども、いつも遠くから見てたやつを近くで見てみると、あ、なんか随分新しい感じなんだなと。まあさっきも言いましたように平成になってから工事をしたわけですが、なんでこんなにお金かけてがっちりとした工事をしたのか、なんでこれが崩れてなくなってしまうと困るのか、これがねなんならもう全部なくなってくれた方が、あの東京湾の場所が広くなってもうちょっと航行しやすくなるんじゃないかということも考えられるんですけども、ここにですね、もしも土砂が崩れて、そして浦賀水道の方面まで行ってしまうと、ちょうどあそこ今大型貨物船が通っておりますけれど、ああいうやつが通れなくなってしまう、水深が浅くなって下が疲れてしまう、だから崩してはならないということで立派な囲いがしてあるわけです。あ、でもレンガの作りもあるな。こうやって見てみると、あれは多分明治時代からのやつなんじゃないですか。観光用にわざわざレンガのやつを後付けするとは思えないからな。お花も咲いてるわ。あ、なんかなかなか素敵なところじゃないですか。菱形の石を積んで作り上げられた、あー明治時代の桟橋です。この第二海堡が崩れないための工事ですけれど、平成の1回にだけ行われたというわけではなくて、何度も何度も繰り返されたそうでして、例えば内側のところ、これ今崩れてますけども、まあ、これがパッと見て具体的にいつなのか、まあ、すぐは分かりませんが、これもね昭和の時代かもしくは大正時代か、その頃に第二海堡が崩れないようにと作られたもの。もともと第二海堡が最初にできた時の一番岸壁部分はどうもこのレンガの部分が縁だったようですよ。OK! 係留されました。明治時代にここが作られた時はそれはもう軍事施設ですから絶対立ち入れなかったと思いますけれど、平成の初め頃とかには普通にここにやってきてですね、釣りをしているような人もいたんだそうです。漁船とかで乗り付けて上陸するというわけですが、ただ現在ではこのように立ち入りが完全に禁止されておりまして、許可を得る、まあ、すなわちこの船に乗るなどして第二海堡へ来るという必要があります。じゃあ上陸しよう。いや昔から気になってたんだ。一段が、最後の一段が大きいですね。第二海堡って何があるのかなと降りてみてね、意外と何にもないんじゃないのかなとかいろいろ思ってたんですけど、かなりいろいろありそうですよ。通常のツアーで来られた人は自由行動というのは許可されてないんだそうです。あ、まあ私も今回別に私が一人で歩くっていくってことはできないと思いますけど、あのあそこなんですか、ちょっとここ立ち止まっていいですかというのはねできるし、時間もあまり気にすることなくゆったり使うことができますんで、いやなかなかいい探訪になりそうだぞ今回は。じゃあ早速ここにあるものがね何か片っ端から皆さんと一緒に見てみようと思うんですが、これですね早速レンガのもうまさに大昔明治時代の作りですけれど、まあ明治20年代ぐらいになりますと、あの燃料というのをあのこの中に置いてですね、で発電機を使うとか、まあ、そういったことをしていたそうでして、でその発電機を使うに関して、じゃあ燃料いちいち港から船でねあの都度持ってくるのは面倒だから、ここに燃料の保管庫を作ろうと、まあ、いうことで、置かれたもの。現在は中がゴミだらけのように見えますけれど、これはですねここに流れ着いてくるような流木とかも文化財扱いとなり保管しなければならないので、その関係で、まあ、ゴミとかも、ね、置かなければいけない、だからその置き場として使われているのだそうです。それからこちら立ち入り禁止とあって、まあ、現在の第二海堡の中でも多分一番重要な場所なんじゃないかと思いますけども、海上災害防止センター消防演習場と書いてあります。これですね現在第二海堡というのはあの現役で一応公的な施設として活用されておりまして、しょっちゅうそれもその使用される頻度があるんですけれども、まあ、向こうを見るとあそこに、ね、ちょっと煙突みたいなのが小さく映っているのが見えますが、ここはまあよく炎上するわけです。ネットで炎上するという意味ではなくて、実際にここで火をつけてですね、
大きな燃えるもの、火災、その火災に対してどのような対処をするかというのを練習する場所として、研修施設として使われています。それをしないとなんかあの大型船とかそういう船とか乗れないらしいんですけども、それが普通の場所で火災の対策とかやるというのはあまりにも危険です。あの周りに燃え広がってしまうから、だから海の周りどこにも燃え広がらないようなこういったところで火災の訓練をすると。よくね東京湾を航行しているとあの海から火の手が上がっているのが見えて通報があるそうですよ。またなんかある、あこれは消火栓みたいなやつですか。これがですね、はい、何だったのか何なのかっていうのが解明されてないやつです。あそうなんですか、はい、これただ明治時代のものではなさそうですね。ないですね、はい、割と最近のやつ、まあ、おそらく多分平成に入ってから、はあ、そういうのも分かんなくなることもあるんですね、はい、へえ。一回ここ結構手つかずで、はい、勝手に上がってキャンプとかしている方もいたみたいで、あらしいですね。そういう類ではちょっとクオリティ的になさそうなただこれ何なんだろうって言っても、あ知らない間に設置されちゃったんです、はい、そうですね。へー、これですね、いただいたパンフレットなんですが、ここに桟橋がありまして、さっきそこに接岸し上がってきた、まあ、向こうにですね火災対策の施設などがあるのが、ここの地図でも写っています。私の人差し指の先のところを確認していただけると思います。で、あの太陽光パネルが並んでいる今現在この辺りなんですが、まあ、第二海堡はあの今周りをこのように固めてますけども、あらそれでね、もともとはここで何やってたのかってことなんですが、あの地上部分はなんかあんまり広くないのかなと思ったら、第二海堡の中心はむしろ地下だそうです。あの地下に施設があって、その中のまあ地下要塞のようなところで作業をしていたと。敵が攻めてきた時にはここから敵を砲撃するということをしたり、それから太平洋戦争中はここに高射砲を設置して、上空から襲い来る敵に攻撃をしたりということが狙われていたようですが、どうも実際には使われていたという記録がほとんどないようです。それは戦争中の資料もほとんど焼いてしまったので、単純にその記録がないということと、まあ、それから実際にどうもあまり役には立たなかったのではないかという話もあるそうです。あの当時この上空に飛んできていた B29 の飛行の高度がですね、大体1万メーターぐらいだったらしいんですが、まあ、ここに設置されていた高射砲は、7000メーターぐらいまでしか届かなかったと。だからまあ仮に撃ったとしても届いていなかったのではないかということをさっき教えていただきました。でその高射砲というか対空砲というのか、上空にやってきた敵を撃つための施設がこれです。これ砲台で、明治時代からずっとここに砲台がありました。で見るとコンクリートで作られてるんで、昔からのコンクリートなのかなと思って、コンクリートっていうのは一応明治時代にはあったけれど、日本に普及し始めたのは、まあ、関東大震災の後ぐらい、大正の中頃とか昭和の初め頃になってからなんですよね。だからね、これは多分新しいやつなんだろうと思ったら、なんとあの明治時代にここに砲台が設置されたその時からずっとここにコンクリート作りで砲台が用意されていたそうです。だからもう日本のコンクリート構造の多分最初期のものになるんじゃないですかね。あ、なんか砲台のやつとかもあるな。中はこのように朽ちてしまっていますが、その代わり構造がとってもよくわかりますね。あの真ん中にあるど真ん中のやつですね、これがぐるぐる回って、そしてまあ砲台の向きを変えていたと。この金属部分はこれはちょっとさすがに見ても分かりませんが、あとコンクリートですね、これなんですが、もともとこれは明治時代に設置されたんですけども、ただ明治時代に作られたものをずっとそのまま使い続けていたというわけではもちろんなくて、明治期の砲台を、例えば太平洋戦争の時にはもう新型のものに置き換えていたわけですし、そういうふうにですね時代とともにアップデートしてきましたんで、このコンクリート構造も、このすごい深いところは明治時代の頃のものかもしれないけれど、まあ、昭和のですね、あの初め頃とか中頃とかそれぐらいの頃に作られたような、コンクリートの構造物といろいろと混ざっているそうです。でその中で一番目を引くのがねこれなんですけど、これです。この綺麗なレンガの構造物、あまりねなんか古びた感じがしない。これは何ですかとお聞きしたら、やっぱりこれはね明治時代の頃のものがそのまま綺麗な状態で残ってるようですけれど、この下には地下通路があって、まあ、今ここからでは入ることができないと思いますが、ここに設置されていた砲台に弾を装填したり、まあ、それからこの向きを変更したり、要するにこれを操作する人たちがこの真下のところで仕事をしていたというわけですね。昔のコンクリート、昭和初期のコンクリートにはコンクリートの成分とそれから砂利を混ぜてこのように使っていたものが結構多くて、まあ、このこれを見るだけでもね相当古いものであるということがよくわかります。すぐお隣にはこのような灯台もあります。これはですね、その古いものではなく FRP、 あのプラスチックで作られたやつです。まあそういっても昭和のやつだと思うんですが、
この灯台が3代目で、初代のやつはどうなってたのかというと、もうちょっと向こうの方にですね、竹竿を刺して、その竹竿の一番上にあの火を燃やして、まあ要するにあの松明のロングバージョンみたいなね、そういうやつでやっていたというから驚きです。まあこの灯台は結構目立ちます。東京湾で船で航行していれば、まあ大体見ることができるものです。さっきのところからもう少し進んで第二海堡の奥の方まで来ますと、より大きな砲台の跡がありました。まあ、先ほどの灯台はあそこにあるわけですけどね、あの灯台の脇にあったあの砲台の跡は小型のもので3つ並んでいたそうです。まあ、それに対してこれは1つでこれぐらいの大きさで、第二海堡の中2カ所に設けられていたということでした。まあ、このように今では崩れてしまっているわけですが、あの壊れてしまった要因はやはり関東大震災が大きいそうで、第二海堡は一応関東大震災が終わった後に廃止という扱いになっています。ただまあ戦時にここに何らかのものが設置されて使われていたらしいのですけれど、だからさっきの真ん中のところにあったあの小型の砲台、あれもですね、もしかしたら関東大震災で壊れてしまった後直さなかったかもしれないし、もしかしたら太平洋戦争の後で直して新しいコンクリートを設置したのかもしれないし、まあ、結局、具体的なところは分からず諸説あるというのが実際のところです。もう相当大きな砲台ですねこれ。この砲台から向こうも前は行けたらしいんですけれども、今は行くことができません。向こうにですね、このような大きな高いクレーン2つ立っております。工事をやっていなければこの下のところから結構写真映えするようなね、あの灯台の写真を撮ることができるんですけども、まあ、この工事もなかなか重要なものだそうでして、この下には先ほどから紹介しているこのレンガの構造物が割としっかり残っているらしいんですが、ただ教えてもらったところによると、このレンガの構造物はまあいわゆるあのロストテクノロジーみたいな、そういうやつですかね。あの一度壊れてしまうともう現在の技術ではあの直すことができないと、直すというか作り直すことができない、そういうものなんだそうでして、価値のある、そのものを壊す前にあのように直すということと、まあ、それから第二海堡そのものの崩壊を防ぐという意味でかなり大掛かりな工事が行われています。このようにですね、レンガの構造物がやはり並んでいます。これはさっきも同じですが、第二海堡の下ずっと一列まっすぐに地下通路が通っていたようです。でなんですけども、あそこの通路のですね、レンガの構造物の高さとそれからここの構造物の高さがどうも違っているようですが、これはね、関東大震災だと思うんですが、あの土地が隆起してしまったので合わなくなっていると。あそこのレンガの通路の中も真っ二つに割れてしまっているのが見えます。大きな割れ目がありまして、割れ目から中を覗くこともできるわけですけど、そうするとね、確かに中に何かありそうなんですよね。これわかりますか、これ反対側の光がこう差し込んでるんですけど、まあ、どうもですね、いつ崩れてもおかしくないという状況らしくて、この発掘調査はもう相当大変だと思いますけれど、まあ、なかなか深いところまで、なんとなく分かってきているみたいです。ただ記録がありませんのでね、あくまでそれを発掘調査をしてどのような場所であったかを予想するということになると思われます。浦賀水道寄りの一番端っこのところまで来ました。まあここは基本的に明治時代のレンガ構造でずっとなってるわけですけども、また教えてもらいました。これはあの要するにちょっと珍しいレンガというわけですが、レンガはこれで1ブロックと、まあそれはあの今でも変わりませんが、その焼いているレンガのですね、およそ1000個に1個ぐらいをどこで作ったものであるかというのを確認するために、このようなですね、まあ、ハンコのような刻印を設けて、それで管理していたそうです。この桜のマークが押してあるこのレンガは、小菅周知館というそうですけども、まあ、あの今でも東京拘置所がありますけどね、あの昔の東京拘置所の、その刑務所に入っていた人たちが、これを焼いたと。でそのレンガでこの辺りのものはどうも作られているようです。まあ、全部なのかどうかは分かりませんが、当時のその人たちは西南戦争で、まあ、明治10年頃にですね、あの皆さんあの収監されるということになったわけですけれど、こういうことまで分かるっていうのは大したもんですね。そもそもここは何があったのかということなんですけど、ここはですね、サーチライトのあったところだそうでして、まあ、ここから夜に敵がやってきた時に備えて、ライトを使って監視するで、まあ、実際に来た時には何らかの対処することを検討していたと思いますけども、黒いものが塗ってありますが、この下の空間は弾薬庫とか火薬庫としても使っていたそうで、湿気防止のための加工だそうです。ここから後ろの方を振り返ると、さっきまでいたところは随分土地が高いわけですが、じゃあここは地下通路じゃなくて地上を歩いてきたのかなと思ったらね、ここの地下にもね、まだ普通に地下通路みたいなものは設けられていたようでして、だから多分相当深いところまで道があったってことですよね。そこから少し内側、一般の見学コースをちょっとだけずれまして、特別な許可をいただいて今撮っているところですが、どうもここがですね、第二海堡の昔の入り口、まあ、正面玄関といいますか、海堡施設の地下施設の入り口のところであったと思われます。このようにレンガがずらっと並んでますけれど、大昔からのものそのまま使われています。まあ、使われているといっても今別に何かの役に立っているわけじゃありませんが、
こうやってまず見てみると、奥の方だけね、ちょっと盛り上がってるわけですけども、これなんで盛り上がってこんなカーブを描いているかと、これはおそらく関東 大震災の時に、先ほどもご説明しましたこの島が隆起をしましたので、そのところであのように歪みが生じてしまったものと思いますが、ただあのこちら側についてはこの辺のレンガ構造は壊れることはなかったみたいですね。まあ歪んでしまったけれど、それからあの普通に砂がいっぱい詰まってるわけですけども、これはあの元々はもっと下の方までさらに深かったようなんですが、ただ戦争が終わってあのここをもうそういう地下施設として使うことがなくなってから、ここを人がさっき言ったようにあのキャンプしたり釣りに来たりであの遊びに来るような人が増えまして、で勝手に遊ばれてこの中に入られると大変なことになるので、どうも海上保安庁がこの中へ砂を撒いて、そして人が入れなくするようにしたという説があります。だからまあ昔はこれがもっとね、このトンネルみたいなところが深かったから簡単に中の方へ入っていくことはできたようです。で現在はそれがですね、あの一部、この下から波の音なんか聞こえますけれど、海に持っていかれてこのように穴が開いているので、こういったところから、中へ入っていって発掘調査をすると、なかなか大変なことですけどね、こんな狭いところに。海堡の一番反対側、千葉県側に最大の大砲が設置されていたそうです。海堡の一番高いところから周りを見渡していたそうです。現在でもそれは残っていますが、一般の人はここへ登ることはできません。なんか前登れたっていう話なんですけどね。こんな感じのレンガの作りになって、ちょっとね、ここから先はあの映してはいけない方向もあるんで注意深くやりますけど、まあ、まず1回転できないな、逆回転しますか。一番千葉県寄りのこの部分は、まあ、現在ではあの工事などしていて真っさらになっていますが、もともとこちらにももう一つサーチライトなど設置されていたそうです。で手前の部分はですね、先ほどお話ししましたあの火事の訓練のところとして使われており、カメラを向けて撮影することはできません。遠方に大きな島のようなものがありますが、あれは第一海堡です。この東京湾この辺りには海堡が3つ設置されていまして、第一、第二と、それから完全に解体されて姿を消してしまった第三海堡がありました。それからね、ちょっと今日は霞んでますんで見えませんけれども、いやまあちょっと一応見えてるんですが、わからないと思いますけど、第一海堡のさらに少し奥の方に千葉県の富津岬も私の目には見えています。今ですね、ここから浦賀水道を伝って出ようとする船が、あそこに大型のが1隻、それからもうちょっとこちら行ったところにまた1隻と、向こうにももう1隻ずらずら並んでいるのが見えます。さらにまだまだ奥まで船が並んでいます。浦賀水道ってそんなに広いところじゃないからね。今2つ船が並んでますけど、前の護衛艦はあんまり速くなくて、後ろの貨物船は随分速度出してるから、なんかあれだなと、遅いなと思って見てたんですけど、なんだろうと思ったら、ちょうどですね、今この画面に映ってるところですけど、ここから浦賀水道に入りますんで、まあ、昨日のねサルビア丸のブリッジの動画見ていただいた方は分かると思うんですが、あの速度制限がありますんで、これでですね、多分同じ速度に変わったんじゃないかと思います。これどうですかね、あんまりもう、あれまだなんか後ろの方がちょっと速いように見える。ああ、落ちた落ちた。遅くなりましたよ。さっきの第二海堡の、まあ、表の入り口というか、ね、ずらっと壁が並んでいるところのまた反対側に来ましたが、ここも随分高いところに来てますけれど、もともとはね、ここが穴になってますから、ちょうど覗き込めば分かるんですけれど、もっともっと深いところまで、普通にレンガで続いていて、まあ、要するにあの深いところまで続いているというよりも、あのこの部分がね、もともとの入り口の高さからしたら、あの砂を運ばれた関係で上すぎるという状態のようです。で、そのさっきの土のうのところから反対側に来たわけですが、このレンガの壁の目の前にですね、まあ、これ石を積んだ壁がありますけれど、まあ、いくつか2層ぐらいになっているようにここからでは見えますけどね、壁がありますが、まず一番海の際のところ、まあ正方形というかひし形みたいな形をした石がずらっと並んでいるところが、明治時代にこの第二海堡を守るために最初に作られた防波堤だそうで、それからまあこれも後で新しく作られた防波堤で、その防波堤の真ん中のところ、ここにですね、普通の人間が歩くようなところがあって、まあ、入り口の様子とかね、外からあの見つかったら問題ですし、それからやはりここを守るという必要もあって、この入り口一番外側の壁のところに二重の壁がまたさらに設けられていたと。でそこが今ではこのように砂で埋め立てられてしまったのをもう一度発掘しているというわけなんですけども、落ちたらちょっと危ないですけどね。この設けられている、これはね工事用の、 あの仮設のものだそうで、割と平成になってからこういうところ多分入ってって調査するんだろうな。ちょっと入る勇気は私にはないけれども、なるほど、確かに広い空間があってね、まあ、奥にまたなんかいろいろ発泡スチロールがあるのは、昔ここへ来た人が勝手に残していったのか分かりませんが、さらに奥の方まで
どうも続いているようです。ただ中は崩れてしまっているようだからね、ちょっと部屋のようになっているということしか分かりませんが、じゃあ次の目的地へと思ったら、あんな大きい、あれ液化天然ガスを積んだ船らしいですけどね。東京湾いろいろ船乗ってあちこち行ってますけど、あんな大きいのは初めて見たな。これから先はですね、本当の特別編です。第二海堡は皆さんでも、ここへやってくるツアーなどに申し込めば行くことができますけれど、これから先はあの特別に私がリクエストしたようにですね、船を進めていただくという大変ありがたい機会でございます。来る前は得体の知れないところでしたけど、帰りに見るとなるほどそういう風な仕組みだったのかというのよくわかります。あ、向こうのガイドさんたちが手振ってくれてるな。明治、大正、昭和、平成といろんなものをね、ここにこう継ぎ足し継ぎ足し、無用の長物のように思われながら、別にそうでもなくしっかりと活躍しているとなかなか不思議な面白いところですね。これ第二海堡で、第三海堡については、もうすでに2007年だったと思います。取り壊してしまったんですが、第一海堡というものは現在でも残っております。それをなるべく近くまで行って見てみようということで、特別にお願いをさせていただきました。あまり関係ないんですけど、あれマルウェイフェリーだな、沖縄からはるばる来たやつだと思いますよ。第二海堡はね、結構東京湾の中心のところにありますから深いんで、水深が深いから近づきやすいんですけども、今向かってる第一海堡は結構水深が浅い浅瀬の方にあるらしいんですよね。今画面の前方に見えてますね。だからどのくらい近づけるかはちょっとやってみてそれ次第ということです。珍しいものが来ましたよ。潜水艦だ。あの横須賀に多分入港するためのやつだと思いますが、日本の自衛隊と米軍のやつとあるそうですけども、あれは日本のやつ、もしもアメリカ海軍の潜水艦であれば、あれの前に日本の警護がつくそうです。今水深が2メートルぐらいなんですか。あ、3メートル今ちょっと深くなって3.9。あ、なるほど。さっきね 2.9 ってことだったんですけど、かなり浅いところだから注意して進まないと危険なんだそうですよ。今までにないぐらいですね、近づいていただいているらしい。非常に貴重なことです。まああとは私のカメラのね、望遠レンズの性能をまあ発揮させていただければ十分なんですけども、まああまりにもですね、あのボコボコにこの部分など壊れてしまってますが、壊れてないところはね割と無事みたいなんですけど、壊れてるところと割と健在なところとの差が激しいのは、戦争が終わった後、まあ、占領軍によってあの爆破処理されるということになったと、まあ、それでですね、あの多分この辺を爆破したと、まあ、思われまして、こんなような状態になっているわけです。戦争が終わった後、別にここに限らずいろいろなところがですね、軍関係のものは爆破処理されていったそうで、あの戦艦長門が接収されたりとかね、そういうのは私も聞いたことありますけれど、その一つの例だと思います。なんかの実験とかそういう風なために爆破したわけではなかったそうですよ。この真ん中のところに大砲が設置されていて、でその周りにやはり第二海堡と同じような地下通路が巡らされていたと。でその跡があそこに露出しているのではないかと思われます。このように拡大していただくとレンガの作りであることが分かり、真ん中は空洞のようですけども、あそこに入った人がこの中に設置された大砲を操作して、まあ、つまりあのぐらいの高さ、あのぐらいのレベルで通路が横にずっと広がっていったんじゃないですかね。向こうにですね、千葉県側の本土富津岬が見えています。で富津岬というのは結構突き出たような形をしている細長い、半島でありまして、でそこのですね、あの富津市の中心部はもうちょっとさらに行ったところということになってるんですが、富津岬とそれからこの第一海堡の距離もそれほど広くはなく、昔ね、まあ大昔ですけれども、春の大潮の日みたいな、もうすごい潮が引くような時期になると干潮になって時にはもう歩いて見に行くことができたそうですよ。構造がですね、表面まであの爆破されて風化されて、そして出てきてますが、まあおそらくここにまたあの空洞がいくつか見えますんで、あの辺も軍の人が入ってね、でこの中で横向きの移動してたんでしょうね。いや貴重な経験だ。これほど近づくのは相当難しいそうで、実際にこれに上陸をすることができるのはもう相当特殊な船舶だけだそうです。通常の船で、ここへ接岸することはできず、まあおそらく海へ突き出たあの桟橋のようなものを設けて移動していたのではないかという話をさっき伺いました。もともとあそこに存在していた砲台、それを丸く取り囲む通路のですね、一部があそこにボロッと取れてしまったのではないかと思われますが、その取れてしまったものがあそこに残されていて、いやだから構造がよくわかりますよね。手前のところは多分いろいろオレンジ色のものなどバラバラ落ちていますが、まあおそらくもともとは全部ぐるっと一周した円形のものだったんじゃないでしょうか。
これもですね、さっき来た方とは逆の側を今時間があるんで見せていただいてるんですが、さっき展望台みたいな登るところに行って映しましたが、その下ですね、ずいぶんしっかりはっきりとした形で残ってる、これが地下施設への入り口、レンガでこのようになってですね、まあ、おそらくは開放の中至るところまで続いていたのではないかと思います。これもね、今工事とかいろいろやってるわけですが、第二開放のすごいところは、まあ去年とかなんかそのぐらいの頃にここへまず上陸できるようになって、でその後さらにこの中へ今行けるところが拡大されたりとかですね、工事でここにある産業遺産というか軍事遺産が保全されたりとか、また発掘調査なども今次々進んでいるところでして、時間が経てば経つほどおそらくここを楽しむ余地が今後さらに広がるのではないかと思われます。私もね、ここ第二海峡の前は東海汽船のジェット船とかでうろうろしてた時に上陸できないっていうようなことをね、最初調べて分かってですね、ああそうなんだと、いつか行けたらいいなと思ってたんですが、もうそこからちょっと 1,2 年経ったぐらいでこう上陸できるように変わってるわけですから、この動画がいつまでも新しい情報とも限りませんのでよろしくお願いします。このひし形の防波堤ですが、これずっとね昔からのやつそのまんま使ってるらしいですけども、明治時代の頃のやつらしいんですけど、まあ、これがさっき皆さんにお話ししたロストテクノロジー的なやつの一つでして、今ではもうあれをあのように積むということはできないんだそうですね。なんか簡単に見えるんだけど、ただ並べりゃいいってもんじゃないという、まあ、よくわかります。あれが老舗なんですね。あ、そうです。新大丸、東京船籍ですね。向こうに第一海放、こちらが第二海放。毎日連日の東京湾ですけど、飽きることがない楽しいところですね。ぜひ皆さんもですね、私もまだ行っておりませんけども、向こうにも猿島もありますんで、これとそれからそもそもの本土川、海軍の町、横須賀など、まあ、いろいろと、訪ね歩いてみてはいかがでしょうか。さあもう一度浦賀水道の横断ですよ。これがね、船マニアからも人気がある楽しいイベントなんじゃないかと思います。なんかこの第二海放ツアーに参加して、もう海放の遺跡施設は全然見ないで東京湾を行き交う船をひたすら撮ってる、そういう船マニアの人もいるらしいですからね。うわ、この午後夕方になりますともうずらりずらりですよ。忙しい海ですよね本当に。さてまた猿島のところまで帰ってきました。要するにすぐ目の前が三笠桟橋です。でこの猿島に関してはまた横須賀を訪れることがあったらその時にぜひ見学して帰りたいと思います。ここも面白いところだそうですが、今回はねこの第二海放の方面へ行く時に海からでしか見ることができない猿島の光景を皆さんに最後に紹介します。これです。またこのような四角い石をたくさん積んでいる何かの構造の跡がありますけれど、どうもここは海軍の隠し鳩場、要するに表からでは見えない隠れた港が用意されていたようです。もしもこの猿島がいよいよ敵に攻撃されてもうダメだということになった時、避難をする時に正面側からでは見ることのできない裏側から船に乗って本土側へ逃げるということを考えていたそうです。それが今では崩れてしまっているけれども、このような形になっていて、島の中からでは現在ここへ至るということはできず、隠し鳩場の跡も見ることができません。第二海放へ行かれる方がもしもおられれば、まあ、結構行くの難しいと思うんですけども、行く機会を探すのもね、それから申し込むのも結構大変かと思うんですが、行かれる方がですねおられたらば、横須賀にこれ戻ってこられる時にぜひご覧になってみてください。また三笠桟橋に着ける前に私から船長さんにお願いをして、すいませんちょっと戦艦三笠の方に寄っていただけませんか、このようにですね動かしていただきました。これはもう貸し切りだからできる特別の航行ですけれども、戦前戦艦には全てこのように先頭のところに菊の御紋を取り付けるということをしていたそうです。この記念艦三笠は大正時代の終わりにここにですねこのように据え付けて保存されることになって、それからずっとここにあるのだそうです。今日はもともと晴れの予報でした。本土側へ帰ってくるとさっき歩いていた、これはさっきの第一海放だな、第二海放じゃないですね、第一海放も見えるし、それから少し外れたところに第二海放も見えて、浦賀水道を航行する船やその手前のところの部位などもいろいろ見え、横須賀を旅された時、まあ、もし第二海放第一海放へ行かれるということがなくても、まあ、ぜひともですねご覧になってみていただきたいところです。反対側の千葉県側富津岬の方まで今ここから見えていますね。そして最後に横須賀の街中へ戻ってきて、
じゃあ帰りにカレーでも食べて帰ろうということにしました。街中はこんな感じ、どことなく異国情緒が漂います。これが横須賀名物海軍カレー、まあ普通のカレーなのかもしれないですけど、でもめちゃくちゃ美味しいカレーでしたよ。帰りは塩入りの駅、ここが三笠桟橋の最寄りですが、ここから京浜急行に乗って帰ることにしました。ご視聴ありがとうございました。